エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック、案件探しを代行し、希望の働き方ができる環境をご提供します。詳しくは概要欄をご覧ください。カモトスクールよ、お待ちしてました。今日はですね、何を話したいかというと、法人営業についてですね。2人も実際独立していて営業するっていう機会もあると思うんですけども、法人営業っていうのは何考えてやるべきなのかっていうところを改めて全体的に今日はレクチャーしていきたいと思いますので、営業力つけたいでしょ。つけたいです。特にトリア、そうですね、ちょっとそろそろ深刻な悩みになって、特にストリアは YouTube のね、編集者から徐々にこう上がっていって、編集者、ディレクター、企画で、最近はね、プロジェクトマネジメントをしながらも法人営業っていうのも果敢にチャレンジしていると。ただ法人営業するときに、トリアが法人営業自分なりに課題を感じてしまうのかと。これなぜかというと、払う側の気持ちを理解しきれてないからなわけですよ。ああ、なるほど。会社員経験がないとかじゃなくて、会社員経験がないから払う側の気持ちが理解できない。確かに確かに。そう、なるほど。なので別に会社員経験があっても理解しづらい部分はある。だから新人の法人営業ってなかなか難しいんですよ、うん、なので今日改めてですね、払う側の気持ちっていうのを教えていきたいなと思います。逆にこれさえ理解できれば結構わかると。要は普段飯食う時に金払うじゃん、はい、飯食う時に金払うから、自分が飲食店をやるってなった時にどういうものを出せばお金を払うかっていうのは自分ごとで考えられるじゃん。まあそうですね。席が狭いと嫌だなって思うこと俺は多いと。とはなんか箸が割り箸じゃなくてプラスチックだと使い回しでなんか嫌だなって思うとか、値段高くてもいいけど味の方が大事とか、まあ人によって違うじゃない。そのあたりが自分ごとで考えられるものっていうのは比較的 PDCA 要因に回せるんだよね。なんだけど、 YouTube を自分の会社として誰かに発注するっていう経験って最近は多少はしてると思うけど、もともとあんましてなかったわけじゃない。そうですね。これが一番の法人営業がうまくなりづらい根幹の原因なんですよ。自分ごとでないっていう。そう。だからトリオに関しては集客っていうところを、もともとソークさんの来た集客に対して営業していたから、集客の大変さみたいなところは実は意外と感じづらかったね。そこは戦略的にうまくソークさんと組んだって考え方もあるんだけど、いざ自分でやろうと思った時に、ソークさんがどんなことを考えてやってたかっていうのは基本的にはノータッチで、現場の YouTube 構築力だけに特化してやってきたから、そうすると使う側の気持ちっていうのが他の五角形の中で一番かけやすいところだったね。だから法人営業がちょっとこうイメージつきづらいと。これはトリアだけじゃないと思いますね。ということで、どういう考え方をするかというとですね、ここに書いてあるものですね、もちろん全部じゃないんですけども、会社が1ヶ月で1年間で使うお金です。これしかないですかね、逆に。いや、これ以外もあるよ、ぶっちゃけ細かいのとか、その流度で言ったらちょっとバラバラな部分もあるから、ね、なんですけど、基本的に B2B の企業っていうのはこの中の企業が使うお金を取りに行くっていうのが法人営業なんですよ。なのでないものから無理やり生み出すっていうのはハードルが高いんですけども、世の中の B2B の多分9割ぐらいはこの中に集約されてるんですよ。なんでストックさん株式会社もこれ全部お金使ってるんですよ。あ、そうなんですね。サクッといきますよ。広告費っていうのは集客にかける広告費なんで、要は売上を上げるために必要な、仕事を獲得するために必要な広告費、その中に営業マンの人件費とか集客のとか全部含めて広告費みたいな感じですね。これも会計のカテゴリーというか、会計用語からすると全然違うんですけど、でもなんか B2B で考えると、この集客とか広告とか営業とか、この辺の案件獲得っていうところがまず結構大きな比率を秘めれてます。で、業態によるんですけど、もう一個大きな比率を秘めるのはこの材料費ですね、はい、これはアパレルもそうだし飲食もそうだし、材料作るのに必要なお金ですね。なので工場代もそうだし、原価としていろいろ仕入れるとか、牛乳作りたいんだったら牧場のもの含めて材料のためっていう感じですね。次、人件費。これはもう何でもそうですけど、会社を回るための歯車のピースが何粒必要かみたいなところですね。ツールっていうのはこの全部に入るんで、ここに書くのもちょっとおかしいんですけども、広告費とか仕事を取るためにこう Amazon を使うんだったら Amazon っていうサービスを使うとかも、ここら辺は全部イメージしやすいと思います。あとは人事ですね。人件費とちょっとかぶるんですけど、採用とか研修とか、ね、人を育てたりとか取ったりする部分、あと管理部ですね、経理、総務、法務とか、あと接待交際費ですね、家賃。これって実は大堀もトリアも何かしら使ってるんですよ、これって。絶対そうです。使ってないやつはほとんどない。ないですね。ないですね。ないですね。だから B2B の法人営業やるってことは、この中のどれのお金を取りに行きますかっていうのを決めて、そこのお金を取りに行くためのロジックを自分で組み立てられるようにするのが法人営業マンとしての成長なわけですね。交際費を狙いに行ってる会社も結構あると。
これ例えばどういうところ？キャバクラとかですかね。そういうことです。遊び系ですかね、はい、エンタメとかね、キャバクラとか飲食系ですよね。なんで飲食系も実はここを狙いに行ってるんだよって理解することが、これね法人に限りですね、プライベートはまた別ですから、法人に限りで言うとここを狙いに行ってる飲食店意外と多いんですよ。法人の食事とかを、会食とかを狙ってるってことですか、ね、はい、もちろんプライベートでも使えると思いますけど、でも赤坂にある料亭がプライベートで行きますかっていう話なんですよ。いや、よっぽどグルメじゃないといかないですね。男同士で仕事の話する以外に使い道なくねっていうところあるじゃないですか。赤坂の料亭に彼女と行きますか、行かないですよね。行かない。それがまあ交際費狙いってことです。でも家賃は不動産の領域なんで、あんま僕らは関係ないっちゃ関係ないんですけど、ね、一旦ここは除きますと。であると、はい、今日は人材系ですね。人材系は市場がめちゃくちゃでかいし営業力が身につくというところで、利益率が高いので給料にインセンティブとして跳ねてくる会社も非常に多いと。若くして稼ぎたいなら人材系がいいかなと思います。年始エージェントにご登録いただければこちらの企業すぐに紹介します。まずはキャリア相談のみでも歓迎。トリアさんはクライアントにもよると思うんですけど、どこが多いですかね。僕は広告費と採用が多いですね。採用、そうですね、この2つですね。じゃあトリアさんはこことここを狙いにいってると。じゃあ大堀さんのエロギアこの中入りますかね。これは入らないですね。入らないですね。 2C で法人業じゃない感じですね。法人個人で個人の方を対象にしてるからなんですね。じゃあ法人の場合もちょっとホームページ制作とかやってるじゃないですか、はい、あれはどこになると思いますか。ホームページ制作はそれも広告費ですね。ただ単発とかの方が多いですけど、そういうことです。そうすると今分かった通り、こことトリアだったらここだよねっていうところが対象となるんだよと。もうトリアはねここまでは行き着いてると思うんです。さすがに、まあ、さすがにここまで分かってますね、はい、でもこれは、まあ、まず分かってない人というか、法人営業って言っても何をすればいいんだろうって。じゃあそしたら今度は企業がここをやる時の気持ちっていうのを理解したいわけですよ。でこれはレクチャーっていうよりかはディスカッション形式で成長していくものだと思っていて、座学で学べるものじゃなかったりするんですよ。いざ自分で YouTube やったりとかして、何を考えてやりますか、お金に関して言うと。お金では自分が発注した時に費用対みたいな、費用対だね、はい、うん、で費用対って具体的に何をもって費用対という、例えばじゃあ YouTube で言ったら、まあ撮影費とか制作費とかかかるのに対してどのぐらい受注して、その受注した金額がどのぐらいかみたいな、それのこう合わせたものを費用対っていうんです。そうだよね、はい、でももうちょっとまだまだ考えることあるんじゃない。自分では当たり前にやってるかもだけど、例えばじゃあ全部丸投げでやってくれるのか、自分で全部考えなきゃいけないのかとかも意外と実は重要じゃん。確かに自分の労力みたいな。そうだよね、受注した後の金額がって今言ってたけど、まさにだよね。ただ集客できるだけじゃなくて、来る企業の質だったりとか、質は大事ですね。温度感、営業した時の決まりやすいかどうかとかっていう単価も自分ごとだったら考えるよね。あ、そうですね。でも法人営業の時ってそこまで考えられてなかったフェーズあるんじゃない。そうですね。なんか YouTube だとこういう質の人が来ますみたいな提案は確かに最初のは全然できなかったですね。そうでしょ、再生数伸びますよって提案してなかった、うん、まあ、そうですね。あとはクライアント側からじゃあ TikTok の方が再生伸びるんじゃないって言われた時にちょっと詰まったりとか、今だったらそれは答えられるんですけどみたいな感じですね。そうだよね。だから自分が YouTube を誰かに発注するってなった時に考えるポイントって、自分では当たり前にやってるけど意外とたくさんあるわけですよ。そうですね、確かに。じゃあホームページを作りたいってなったら、じゃあどんなことを気になる、トリアのホームページ作るってなった時に、じゃあ仮に予算が今期決算で余りそうですと、その状況でホームページ作ろうか、何を考えるか。パッと見でちゃんとした企業層に見えるかみたいな、はいはいはい、意外なところは結構気にしちゃいますね、うん、まずちゃんとした企業に見せたいが最初に来るよね。そうですね、ホームページ作るからには、うん、他は、他は、まあ、ホームページから問い合わせしやすい、 CVR が高そう、高そうなホームページ、うん、他は何でもいいよ、バンバン。 SEO の順位が上がりやすいみたいな。 SEO 順位上がりやすい。あとは差別化、他の YouTube 会社と比べて違いが分かるみたいな、内容分かりやすい、内容分かりやすい、うん、一旦そんな感じね。あとはだからそれこそ金額がどうなのかっていうのもそうだし、手離れがいいのかっていうのもそうだし、いつまでにできるかっていうのもそうだし、提案の中で作り終わった後の保守のコストがどのぐらいなのかと、そういうのをもろもろ含めて気になっていくわけよ。でも今トリアがパッと出てこなかったのは、もしかしたら発注経験がないから、ちゃんとした大きなホームページの、確かに僕が一回、あるはあるんですけど、多分30から50みたいな、なんか本当に超ライトなやつだったんで、だから気になるところがまだイメージできてないけど、だからホームページの営業は多分できないわけよ。だから大堀はホームページ制作会社やるんだったら、ホームページをめちゃくちゃいいやつを作んないとホームページの営業なんてできるわけないのに、お前は自分の会社のホームページちょっとそんな大したの作ってないじゃん、はい、そこが法人営業のこと分かってないなと思ってたわけよ。あ、確かに手抜いてましたね、うん、そんな見られないかなと思って、そう見られないかなって思って
ってたと思うんだけど、でも見られたいって思う人がホームページ発注するわけだから、やっぱそこはね自分で経験しないと絶対に分かんないんですよ。確かにそれめちゃくちゃ刺さりました。間違いないです。トリアの場合で言うと、今度 YouTube 作りたいってなったら大堀に何を営業するかだよね。今だとトリア何を営業する？じゃあ大堀にホームページ制作やりたいってなった時に、まあ、何を営業するかっていうと、ホームページ会社で YouTube やってるところは結構少ないので、まあ、今だったら勝てますよみたいなところで、差別化要因として YouTube をおすすめするみたいなのをまずしますね。はい、まあ、それも一ついいんじゃない。大堀はどんなこと気になってると思う？大堀が気になってる、とはいえ今すでに何チャンネルかホームページ系あるから、今からやっても勝てるのかみたいなところはちょっと気にはしそうだなっていう感じですね。後発でも勝てるのかみたいな。これがトリアは分かんないけど、自分が YouTube やるときに他の YouTube に勝てるかどうかっていうのは気にしたの？他の YouTube に勝てるかどうかはあんま気にしてないでしょ。だって自分の問い合わせがコスパがいいかどうかって最初に出てきてるわけじゃん。はい、でも今大堀に話してるのは勝てるかどうかでしょ、競合がいないから。そうですね、確かに競合がいないからコスパがいいだったらまだいいけど、勝てるかどうかって自分が気にしてないことが今パッと出てきちゃってるわけだよね。そうですね。だから自分が気になることだけを相手に提案するっていうのが、今うまい感じで間違えてくれたけど、なんで最初に聞いて今聞かせたかっていうと、自分が気になってることを相手に言ってないわけよ。そうですね。僕としても一生一番上の競合に勝てなくても3ヶ月とかで回収ができるなら全然いいなって思っちゃうんで。そうだよね。確かに競合より回収率とかの方が大事に思いますね。そうなんですよ。予算が小さいほど回収は短期的になるし、でっかいほど回収は中長期で物事を考えるんだよね。だからストックさんが今 YouTube 作ろうと思った時に、短期で回収できるかどうかなんて絶対気にしてないわけよ。なんで自分が気になることっていうのは、これ難しいんだけど、トリアがもしストックさんに営業するんであれば、年商こんぐらいの金額の会社だったらこれが気になるでしょっていうのを、自分の欲しいじゃなくて俯瞰して株元目線だったらっていうので考えないといけないと。なるほどですね。これができるかできないかっていうのが最終営業力が上がるかどうかの差なんだよね。だからトリアと大堀っていうのは、マクロで言ったら大体同じぐらいの規模感でビジネスをしてますってなったら、自分が考えることがそのままでいいと。でこれはまず大前提できるようにならないといけないと。ここが法人営業マンとしての最初の基礎なんで、そこから売れる人っていうのは自分よりも桁が違う経営者の目線を持って、御社だったらこういうの欲しいですよねっていうのがシンクロできるかどうかが、最後こう大きな受注、大きな会社が取れるかどうかみたいなところになるんですよ。なので会社としてこれ全部使ってるのを、今だったら分かんないけど全部数十万単位ぐらいの規模感だったら想像できるけど、これ数億単位だったら想像しづらいじゃないですか。でもこの数億単位でも想像して、例えば僕が大きな会社に提案行くときに、コンプラを気にしつつ社員のマネジメントをこういう時に必要ですよねとか、これ作っとくとこっちの事業部からもこういういい影響ありそうですよねとか、もっと言うと僕が例えばこうさんに YouTube を提案するときって、ここで実績出しとくとこっちのウェブの制作部隊の売り上げが実績として使えるから、こっちで回収できますよねとか、そういうところまで話すから、なるほどってなるわけですね。ここの想像力っていうのは、普段会社が限界何を使ってるかとかっていうのが、想像力が豊かじゃないとその提案ができないっていうことなんですよ。結構前からそれは重要だなとは思ってたんですけど、とはいえそのところにたどり着けないとなかなか想像力働かせるのは難しいなと思うんですけど。難しい。で株元さんも上と取引してるわけじゃないですか。そこの訓練方法みたいのってあったりするんですかね。だからやっぱりいかに一桁上二桁上の格上とビジネスの会話をやることによって、自分がいい意味でシンクロできるようになるかっていうところが法人営業力につながっていくと。だから自分の気持ちを分かっている会社人っていうのに信頼が置けるっていうことなわけですよ。格上と付き合うためにはどうすればいいですか。格上と付き合うためにはですね、難しいねそこが一番むずい。僕が例えばストックさんの会社事情の話とかを結構真剣に頑張って咀嚼して聞こうとしたら、ある意味上の規模の会社なんで、そこの理解度を高めていくのにつながっていくみたいな、そういう感じなんですかね。だからこの格上と付き合うためにっていうので言うと、ビジネス以外での接点はやっぱ持っていかないといけないというか、あ、趣味とかの話、趣味もそうだし、あとはそのトリアも YouTube めちゃくちゃオタクっていうのがあれば、そこをポイントとして呼ばれることはあると思うし、でも根本はやっぱりビジネスの話ができないと、ビジネスの話はしたい場所には呼んでもらえなかったりするじゃん。だからさっきのゴルフとかもそうだし、ビジネス以外のところで気になってもらえるような強みを持つっていうのと、こっちの会話ができるようになるっていうのの掛け合わせで法人営業というのができるから、世の中の法人営業ができるかできないかのイメージって、流暢に論理的に話せるかどうかっていうところに結構こう思われがちなんだけど、それっていうのは基本的には一般的な営業な部分であって、個人事業主自営業でやるんであれば、やっぱここら辺は絶対必要なんだよね。決まった商品を売るだけであれば、ここの部分で十分なんだけど、商品の説明をきれいにできれば OK と。これが法人営業の根本の基礎構造
造ですね。ここら辺をもっと深掘った具体的な話はストックさんサロン内でめっちゃ上げてるっていうのを最後宣伝させてくださいね。なんか質問とかあれば。僕の YouTube だと、とはいえ営業と採用が強いで、他どれだけ役に立つのかなみたいなところは思ったんですけど、それってどうですかね。あんま材料人件費つぶる、いいんだよ別に。ここ広げる必要ないのよ。自分はここの市場で戦ってますっていうので、全体感が分かる、ね、そう、全体感を分かってれば OK。 それでいいですね。だからあとはその経営者としてやるってなったら、僕の場合は新規事業を作ろうってなった時に、ここの費用を狙いに行こうとかって決めたりするわけですよ。あ、そうなんですね、だから直近で言うと、例えば道場シリーズっていうのがあるわけですね。道場シリーズって個人で受けてる人もいっぱいいるんですけど、最近は法人で導入したいっていう人も出てくるんですけど、あれってもともと今は個人で売ってるけど、法人のここの費用を狙いに行けるよねっていうところから、法人向けにパッケージをカスタマイズして商品を作るわけですよ。そうすると研修費っていうのは、世の中企業はめちゃくちゃ社員に対してお金を使ってると。そこのお金を月1000使ってんだったら、じゃあそのうちの100万だけくださいっていうのを10社にやったら1000万いくよねとかっていう話であって、このどこの費用を狙いに行くかっていうところから商品を作るっていうのが一つの新規事業の考え方でもあったりすると。確かに商材がまだ決まってない状況だったら絶対必要ですね、この考え。そうだね。でも YouTube チャンネル作るってなっても、交際費を狙いに行くような YouTube チャンネルを作ってみようっていう考え方もあるんです。逆に超極論だけど、 YouTube でめちゃくちゃわちゃわちゃ飲み会をやるチャンネルを作って、これ出たら超楽しいですよと、めっちゃ金使ってる経営者にこれ出ませんかって言ったら、ある意味こっちにもなっちゃうかもしれないけど、そんなに毎月何百万も飲み代使ってんだったら、この企画で一回使ってみませんかって言ったらすごいことになるじゃん、 YouTube でも。だからここ狙いに行ってる人っていうのは意外とセンスあるんですよ。そうなんですね。すごい金額になるから、ここで。しかもここ使う人っていうのはお金持ちが多いんで、こっからつながってこっちにも取りに行くって人もいますよね。だから営業するときっていうのは、誰のどこの財布を狙いに行くかっていうのをちゃんと考えられる人が売れるんですよ。なんとなく自分はこの商品あるけどどうすかって言うんじゃなくて、本社はここを使ってるんだったらそろそろ決算月近いですよねとか、 SES とかもそうだけど、人件費を狙いに行ってる会社に対して決算前にどうですかって言っても、一括計上できないんで意味ないんですよ。決算前に攻めるのは、決算前に攻めるんであれば一括で計上できる広告費とかがやっぱ人気なんですね。だから社長向けのフリーペーパーとか、社長向けの雑誌とか作ってる会社とかは、当然3月が一番売り上げ上がるわけですね。 Google も3月が一番売り上げ上がるんですよ。リスティング広告3月にバーンってみんな打つんで、だからそれを考えながら、毎月企業は何月にどういうものを使ってるんだろうって分かっとくと、経理も毎月何十万も使ってるけど、そのうちのいくらだったらいいんじゃないかとか、そういうのを使うと新規事業も作りやすいし、営業もしやすくなる。確かに分かってるやつになれるって感じですね。っていうのを分かってもらえると、法人営業のまず第一歩になるかなということでした。ということで以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。フリーランス向けオンラインサロン運営中。ビジネスマンは年収エージェントで転職。ウェブマーケプログラミング動画編集のスクール運営中。概要欄をご覧ください。年中エージェント。